じられし魔の力コーマ王様、ようやくです。人間を滅ぼし、帝都を、世界を滅する時は来た。我が名は玄安宗哲。絶望するがよい。小町さん、カオルさん、神山さん、アナスタシアの容体はどうなんです？危険な状態や。こうなっては当てじゃどうにもできへん。そんな、それじゃアナスタシアは。慌てんといてや。まだそうと決まったわけやない。芝さん考案の量子再生層、こいつの力にかけようやないか。はい。ところで小町さん、レイジの方はもう大丈夫なんですか？まあ一応大丈夫や。そういうことにしといてくれって言われとる。あいつ仕方のないやつだな。アナスタシアさんの再生層も格納庫やし、行って様子を見てきたらどうや？そうですね、行ってみます。ガオルさん、神崎司令は決勝戦のために会場に向かったまま、現在も連絡が取れません。カオルさん、そんな顔しないで。スミレさんなら大丈夫ですよ。なんといっても元花組のトップスター、戦いの技量もエース級です。きっと何事もなかったように帰ってきますよ。そうですね、ありがとうございます神山さん。いえ、元気出してくださいね。小町、私は支配人室で待機させてもらいます。スミレ様がお戻りになるかもしれませんから。わかった、あてはしばらくはここにおる。何かあったらすぐに連絡するわ。ありがとう。では神山さん、失礼します。レジ。おう、清十郎か。どうした、何か用か？どうしたも何も。体は大丈夫なのか？お前に心配されるとは。明日は雪かな。ちゃかすなよ。撃たれた傷がそんな簡単に治るわけないだろう。かすり傷だったからな。アナスタシアに撃たれて意識不明だったと聞いているが。そりゃ何の冗談だ。アナスタシアちゃんが俺を本気で撃つわけないだろう。本当か？あ、そうか。心配して損した。で、彼女はどこにいる？会っていくか。こっちだ。これは量子再生層。体内の霊力を加速させ、体の注力を爆発的に向上させる装置だ。だがこの装置をもってしても助かるかどうかはギリギリのところだな。そんな、最新の再生層ならよかったんだが、定撃にあったのは古いものでな。俺の力ではこれが精一杯だ。すまん。いや、こいつがなければ終わりだったんだ。感謝してるよ。治療が終わるまでまだかなりの時間がかかる。それまで
俺たちにできることは何もない。とにかく待とう。わかった。それで清十郎、他に何か聞きたいことはあるか。さっきも見ただろ、治療にはまだ時間がかかる。俺たちには待つことしかできない。無限は残念ながらまだ動かない状態だ。一通り機体を調べてみたんだが、どこもおかしいところはない。そうなのか。ああ、機体の動力源である量子推奨装置まで調べてみたが、問題点は発見できなかった。じゃあなんで動かないんだ。こっちが聞きたいぐらいだ。それが分かりゃこんなに困ってねえよ。そうか。ま、考えてばかりいても始まらねえ。ちょっと初穂ちゃんを連れてきてくれるか。初穂？どうしてだ。量子推奨の解析にちょっと協力してもらおうと思ってな。そうか、わかった。呼んでくるよ。おう、頼んだぜ。ごめん。いえ、大丈夫です。どこか行くのかい。ええ、アナスタシアさんのお見舞いに。清十郎さんは？レイジに初穂を呼んできてくれと頼まれてね。彼女がどこにいるか知らないかな。どこでしょう。いつも通り中庭にいるかも。そうか、行ってみるよ。ありがとう。はい、それじゃ。ハスホ、ちょっといいかな。レイジが機体の整備で君の力を借りたいらしい。シワが？でも私は機械いじりなんてできないぜ。なんでも量子推奨の霊室とやらを見てもらいたいとか言ってたぞ。霊室ね。よくわからないけど、手伝えることがあるなら行ってみるか。
能庫だ。行くぞ、ハツコ。さくら、何があった？アナスタシアさんが、とにかくこっちです。アナスタシア。キャプテン、みんな。意識が戻ったのか？よかった。本当によかった。なぜ、私を助けるの？私はみんなを裏切って。アナスタシア、俺たちは仲間だろ。本当にバカね。そんなだから私にも騙されるのよ。いいんだ、今は無理して話さなくていい。いいえ、言わせて。これが最後になるかもしれないから。アナスタシア。聖十郎、アナスタシアちゃんの死体用にさせてやれ。分かった、話してくれ。私はいつだって偽りの生を生きてきたわ。私が私だったことなんて一度もない。孤児だった私をプレジデント G が育ててくれたわ。スパイとして、自由に使える、駒として。私は彼のために働いた。それしか道を知らなかったから。原案相鉄だと知ってからも同じだった。人もコウマも私には変わらなかった。 いえ、コウマの方がいいとさえ思った。だって原案は私の家族蘇らせてくれる。そう約束してくれ。戦争で人に殺された私の家族と、大好きだった家族と、また会わせてくれるって。だから私は。ごめんなさい、お父さん、お母さん。私、こんな風になっちゃった。ダメな私で。ごめんなさい。もう会えない。天国には。アナスタシア！ボケ！聖十郎！死なせねえ！絶対死なせねえからな！レイジ、アナスタシアは？予断を許さん。だが、できるだけのことはした。わかった。あとは、祈るだけか。知りませんでした、私。アナスタシアさんにそんな過去があったなんて。アナスタシアさんはいつだって舞台の上で輝いていて、それなのに。なあ神山、アナスタシアはどうなるんだ？私たちはどうすりゃいいんだ？それは、今まで通りでいい。
アナスタシアは今も俺たちの大切な仲間だ。そう言うと思ったぜ。本当にいいんだな、それで。ああ、初穂たちだって分かってるはずだ。何があろうと仲間を見捨てたりしない、それが俺たち花組の進む道だ。本当に隊長らしく頼もしくなりましたわね、神山くん。すみれさん、それにしても無事でよかったです。すみれさん、おかげさまでね。月組が助けてくれたわ。月組？まあそのことはまた後で話すわ。定権は結局奪われてしまったのね。すみません、守りきりませんでした。仕方ないわ、詳しく教えなかった私も悪いのですから。でもどうして私の刀が定剣なんですか？あれはただのお母さんの形見で。私にも詳しいことはわからないわ。とりあえず一度現状を確認してみましょう。そう、あの時倒したと思っていた。でも人間になりすまし、プレジデント G として世界過激団連盟を操っていたなんて。10年前、ニト作戦によって私たちはコウマ王をゲントに封じたわ。帝剣はそのゲントを封じ続けるための鍵なの。原案相鉄は奪った帝剣を使ってゲントの封印を解いた。その考えられる目的はただ一つよ。それは高魔王の復活ですね。その通りよ、神山くん。高魔王が復活したら帝都はどうなるんでしょう？あの決戦の時、全過激団の力を結集してもゲントに封じることしかできなかった敵よ。もし復活すれば帝都はおろか世界中が一瞬で闇に落ちるわ。絶対に復活させてはダメなの。とはいえこのままではゲントの封印は解かれてしまう。そうなったらコウマ王の復活を止めることは。くそ、何か方法はないのか？一つだけ手はある。鉄管さん。お父さん、どうしてここに？これが私の役目だからな。手はあるって何か知ってるんですか？帝剣天宮国貞、私が鍛え、さくらが持っていた帝剣の名だ。かつてその力で帝都を二つの都市に切り裂き、片方のゲントに高魔王ごと封印した神器、その封印が解かれればゲントが復活し高魔王は復活する。そうです、だから早く帝剣を取り戻さないと。帝剣はその強大な力のためこの世に必ず一本しか存在できない。新しい帝剣を生み出せば敵が持つ帝剣の力は失われ、封印を解くことはできなくなる。新しい帝剣を作る？そうだ、
それがこの状況を打破する最後の手段だ。やったやったよみんな。これが私たちが勝つための逆転の一手。これで世界を守れるよ。ああやったやったぞ。早く帝剣を作りましょう。テッカーさん、新しい帝剣を打つためには必要なものがある。何でも言ってください。絶対に揃えてみせます。天宮家の女が持つ絶海の力、さくら、お前の命が必要だ。え？な、何言ってるの？お父さん。さくら、天宮家の運命に従い命を捧げる時が来たのだ。お前の母ひなたも二都作戦の時に自分の命を差し出した。今の帝剣雨宮国貞はお前の母の命でできているのだ。そんなお母さんも私の刀帝剣に。じゃあお父さんが、そんな、さくら、おい、おっさん、今あんて言った？帝剣に命を捧げるって本気なんですか？娘の命だよ。冗談でしょう。このようなこと冗談で言わぬ。分からぬならもう一度言おうか。雨宮の命を用いねば帝剣は作り出せん。さくら、己の運命を受け入れよ。テッカーさん、使うなら俺の命を使え。誰の命でもいいわけではない。言ったはずだ、帝剣を作るにはさくらの命が必要なのだ。そんなことって。こんなことあってたまるか。聞こえるかね、神崎君。内務大臣。状況は分かっているはずだな。今帝都は未曾有の危機にある。軍の基地も高魔に占領され、もはや抗う術は一つしかない。天宮さくらの命を使い新しい帝剣を作るのだ。しかしこれは国の決定だ。君ごときが口を挟む事柄ではない。さあ雨宮鉄管氏の言葉に従いたまえ。何を迷う。わずか一人の犠牲で全ての国民を救えるのだ。名誉だと思わんか。名誉だとふざけるな。桜の命を何だと思っているんだ。桜よ、あまたの命を救え。お前の命がこの世界の人々を救うのだ。そう、ひなたの時と同じだ。ひなたも大切な人たちを守るために、お前の未来を守るために命を懸けた。笑顔でな。今お前の大切な人を守ることができるのはさくら、お前だけなんだぞ。私分かっちゃった。お母さんも
持ちだったんだ。大切な人、大切なこの町を守りたいって、花組のみんなを守りたいって私思っちゃったよ。だから私の命使ってください。ダメだ。清十郎さん、ダメだ。それだけは絶対にダメだ。ダメだって言ったって仕方ないじゃないですか。お母さんだってそうしたんですよ。私が私の命を使えば大切な人を守ることができるんです。仕方なくなんかない。君が教えてくれたんじゃないか。最後まで諦めないことを、絶対に諦めない勇気を、全部君が教えてくれたんだ。俺は帝国歌劇団花組隊長神山清十郎は、この命令には絶対に従わない。清十郎さん、だって君は今泣いているじゃないか。何が平和を守るだ、世界を救うだ。女の子の涙一つ止められないような奴が世界を救えるわけないんだ。俺は約束したんだ、桜を守るって約束したんだ。だから新しい定型なんて作らせない。桜の命を使わせたりなんて絶対にしない。どうするというのだ。娘の命を守り帝都を捨てるのか。定権ならある。あそこに、帝国競技場に。俺は命を懸けて定権を取り戻す。俺は一人でも行く。桜を救うために。おいおい、一人でいい格好すんじゃねえよ。さくら、ハツオ、ごめんな。さくら一人に辛いこと言わせちまったな。ごめん。私たちが言わないとダメだった。定権を取り戻してみせるって。一緒に命を懸けるって。そういうわけだ。桜が何と言おうと俺たちは行くからな。そんな甘い考えで救えるか、思い上がるな小僧。鉄管さん、俺はあなたも救ってみせる。なんだと。桜の命を救っても桜が泣いていちゃ意味がないですからね。父と娘が笑って生きられる世界を絶対に取り戻してみせます。聖母、お前。私、いいんですか？生きて、あなたのそばにいて、いいんですか？ああ、一緒に生きるんだ、さくら。ありがとう、清十郎さん。ありがとう、みんな。盛り上がってきたじゃねえか。さっさとこんな逆境。